そうですねえー、まあバにやってその渡と渡君で円谷君ってやって、えー、まあ3年間で終わるっていう部分、まあ、宇宙刑事なんとかってずっと、えー、戦隊とか仮面ライダーのようにこう続ければ続いてくれれば嬉しいなとかって思ってましたけど、まあ、そういう部分では本当に残念でしたけどただ宇宙刑事は終わるけどメタルものはつながっていくっていうことで。えー そういう話を聞いてあ本当にやったみたいな、えー、でそういう主役をやっていく方たちに、えーまあ、陰ながらね、えー、応援してるんで頑張ってくださいっていうことをいつもこう気が付いたら思い出して念じていました、はいえー、そうですねあのー、まあ子どもたちもえー テレビを見てらっしゃる方たちも特に大人の方たちは、えー、分かってると思ったんで、えー、その頃僕はスキンヘッドだったんですけどねで、えー、こういう最終回でこんなことをやりたいっていうことで「あの僕は頭つるつるなんですけど、まあ、しょうがない」で「かつらかぶるか何だかんだ」とかあったんですけど、えー、そのまま行、えー、かせていただいて帽子をかぶってで久々に会うんですけどねあのシャリバンだったと思いますが。 え「どうしたんですかその頭」って言うんでねうん本当にセリフとか何もなかったんですけど、うん、あの一般の方たちは分かってるだろうからという思いを込めて「いやえちょっとな」つってごまかしたんですけどねえあの子供たちはすごくショックだったらしいですけどね、はい、その説はどうもすいませんでした。<laughs> そうですねあの辺の場所はいろいろその前にやってた子供番組なんかでも思い出があるんですけどね一番最初は象、えー、連れで歩いてたことがあるんですけど、えー、そのちょっと反対側の辺りで、えー、3人が揃って、えー、僕だけ頭つるつるでしたから帽子かぶってたんですけどね、えー、なんか変ですよねつるつるで乗着っていうのも <laughs> まあそれは冗談ですけど、えー、そうですねやっぱり乗着 関車そして焼結っていう部分を、えー、新宿のビルをバックに、えー、演じたっていうのは本当に、えー、いい思い出ですし、えー、個人的にも、うん、あの辺は大好きですね。